はい、ということで動画を開いてくださりありがとうございます。オチのオチピーチャンネルへようこそということで、オチのオチピーチャンネルのオチでございます。はい、今回もね、いろんなことをお話しできていけたらなと思っております。ぜひね、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、前回、前々回と、本についてね、お話しさせてもらったんですが、今回はね、まぁ、ちょっとまた趣向を変えまして、こちら、スポーツドクターのね、辻秀一先生が、書いております、痛快みんなのスポーツ学というところね、本を紹介していきたいなと思っております。はい、でですね、まぁ、これを見るとですね、まぁ、ダンサーの方、ね、わかります、言いたいこと。お前何言ってんだよ、ダンスとスポーツ違うよと、ダンスはスポーツじゃないよというところね、意見もちろんね聞かれるか、まあ言いたくなる気持ちもわかるんですが、まあ、今回はね、まあ、私の個人的な見解ということで、ご了承いただけ、まあちょっとね、その気持ちをちょっと抑えていただいて、まあゆっくりお付き合いいただければなと思っております。私、まあ、ちなみにですね、私個人としてはそんなにこう無理してそのダンスとスポーツをまあ無理して分ける必要もないのではないかなとは思うんですね。ただスポーツと違うのは、まあ明確に違うのは芸術の部分がね、すごくダンスを占める部分が多いですので、まあはっきりと勝敗をつけるねことのできるスポーツね、例えば0.何秒1は何点何秒とか、何点取ったから勝ったとかね、何秒出したから1位になれたみたいなことのあるスポーツとは違って、芸術性がねすごく、重視される部分がダンスは多いですので、そういう点ではね、まあ相反するものだとは思うんですが、とはいえやっぱりね、僕はダンスと、スポーツね近いものがあるのではないかなと思ったところでですね、ここにまあこの本の中の、24ページに書いてあるんですが、これ読めますかね。スポーツはみんながより良い人生を送るための手段であるというところでですね、こちら書いてあるんですが、これね、すごくダンスにも通ずるものがあるんじゃないかなと思います。まあ、いわゆる QOL をね、まあ、上げるという点ではダンスはね、非常に有効な手段なのではないかなと思いますね。クオリティオブライフですね、まあ、人生の幸福度なんて言ったりもするんですが、僕ね、よくそのダンス何がいいんですかって聞かれた時によく言うのが、まあ、逆に質問し返す時にダンスって見て不快になりますかと、うわもう見なきゃよかったと思うことないじゃないですか。どっちかっていうと、こう歩いてるところでダンスあったらこうパッと目足を止めて見て見ちゃうじゃないですか。なんかそういう魅力がダンスにあるんですよねということをね、僕よく言うんですが、まさに僕その通り、まあ自分が思ってるからそうなんですけれども、なんかこうつい足を止めて見てしまう魅力があると思うんですね、ダンスに。でスポーツだとどっちかっていうと、なんか自分の興味のあるスポーツしか見ないなっていう方も多いと思うんですが、ダンスはね、意外とそんなことなくて、いろんなジャンルのね、ダンスを深く見ることがあると思うんですけども、その中でやっぱみんなが共通してやってることといえば、まあ本当にこの書いてある通り、みんながね良い人生を送るために踊ってるんじゃないかというところですよね。まあコミュニケーションを取るという点では、これね、書いてある、まあ、こういう同じことが書いてあるんですが、このスポーツは人類を救う、スポーツはコミュニケーションであるというところがね、書いてあるんですが、ダンスもね、本当に同じことが言えると思うんですよ。ダンスの大会、例えばまあイベントで、例えばまあいろんな国の方がいる中で、なんか、あの選手がああいうなんかこう、外国の人がいるから俺出にくいなってことはあったとしても、別にそれが理由で出ないってことはほぼないじゃないですか、ね、もしみんなが盛り上がってればね、みんなで盛り上がれる、俺もなんかテンション上がって盛り上がっちゃうみたいなことがダンスってね、往々にしてあると思うんですよ。そのぐらいダンスっていうのは国籍、国境ね、男女年齢問わずみんながね一緒になってできるもの、ハッピーになれるものというところでは、スポーツに、ね、近いものがあるのではないかなと思います。本当にね、ダンスはコミュニケーションツールというところでも、ま、この辻先生が書いているように、コ
コミュニケーションツールなんじゃないかと思います、ね、ダンスもスポーツも、他人とコミュニケーションを取るためのツールなのではないかというところね、この本の中で歌っております。僕もね、本当にその意見同意、ね、本当に共感するものがあります、ね、ぜひね、そういうこうみんながハッピーになるっていうねところではダンスね、ぜひまだやったこともないね、やってみたい、やったことがない、でもどうしようみたいな感じでね思ってる方ね、ダンススタジオの門を叩いてみたり、なんかダンスやってるところをちょっとね足を止めて、ご覧いただければね、なんかこう少しそこの世界に触れられるのではないかなと思いますね。ダンスやってる人ね、なんかまだねこの世間的にちょっと怖いような方のイメージがあると思いますが、ね、全く気にせず声をかけてください。何やってるんですか、ね、ほとんどの方はもうほぼ 90% の方が何みたいな感じでね、改札、あ、今これなんかなんとかダンス、こういうダンスやってるんですよ、ブレイクダンスやってるんですよ、ヒップホップなんですよこれは、みたいな感じでね説明してくれますね。はい、臆さず、ビビらずね、皆さん堂々とガンガンね声をかけていただければねいいなと思います。はい、そんな感じで、ね、まあちょっと話が脱線してしまいましたが、今回ね、この辻先生のスポーツ学の本をねご紹介させていただきました。ぜひね、ダンスもスポーツもそんなにこうはっきり分けず、コミュニケーションツールの一つとして使っていけばいいのではないかなと思ったところで、今回の、動画の方ねおしまいにしていきたいと思います。はい、うまくまとまりませんでしたが、僕的にはね、だいぶ喋れたので満足ですはい、そんな感じでね、こんな感じでダンスについていろいろね語っていくチャンネルになりますので、ぜひよかったらねチャンネル登録、もしくはなんか気になることがあったらコメント欄に残していただければ返信いたしますので楽しみにしていてください。そちらもね、私自身もね楽しみにしております。はい、そんな感じでまた次回お会いしましょう。おちぃのおちぴーチャンネルでした。またお会いしましょう。バイバイ。